かしてたんちゃう？うん、確かに。でもなんかさ、今思えばさ、なんかもうちょっとゆうちゃんに優しくしてあげられてたらなってすごい思う。うん、いつもこれ言う。そう、本当本当思う。え、なんか、まあ、私も悪い原因があったんですよ。え、あれ、私も悪い原因があったんですけど。うん、あったあったんだけど、でもりーちゃんは結構、うん、もうゆうちゃんなんとかかんとかみたいな、まあ結構私を悪い風にしてくるんですねね、それはさ、そうだったじゃん、もう、うん、リアはなんとかあんたがだからみたいな、うん、で、ちょっともう一緒に住まなくなって、うん、ちょいちょいとやっぱなんかゆうちゃんごめんリラもなんかもうちょっと大人になればみたいな、マジ思う。かわいいよね。そう、私がもうデレデレだったんだよ、りーちゃんにね。うん、ユーナが論破されるの正解、もう土星論言われて、はい、土星論言われるけど、うちももう、うんってガチャッカーしちゃうから、うん、でもさ、一緒に住まなくなってから喧嘩したことないよね。ないかも。ないないない。りーちゃんが本当愛媛来なかったらさ、うん、どうなってたんだ。確かに、うん、それはもう別れあるもんよ、だってなんて別れてからよく分かるもんよ。うん、でも本当確かにそうだね、元にはなんじゃ、うん、そうかもしれない。まあでも良い思い出だね、本当。うん、まあ明日のショールーム見てください皆さん。うん、そう、いつもゆうちゃんが謝るの。いや、もうリラ頑固ババアだったからいつも大体ゆうちゃんが謝った、うん、ね、でもうん、かな。でもやっぱ気強い人ってすごいなって思った鼻水出てる。ディスってるように聞こえるけど、なんか自分の意思があるって言ったらいいのか、自分の意思がある、まあね、言ったら、うん、なんか兄ちゃんはなんか自分で決めれるけどさ、いろんなこと、うん、自分で決めれないからさ、ゆうちゃんが、うん、なんか優柔不断とかじゃなくて意思がない、うん、でもさ、この1年で意思はついたでしょ。うん、割と、まあ、勇気はいるよね、割とね。でなんだ、卒業決めれたことがだいぶ変わったかも。ああ、そうなんだ。うん、確かにそれはでかそう。うん、そう、1379日、ありがとうございます。すごい、何年やってる ?3 年 ?4 年くらい、ね、5月くらいで4年かな。わあ、すごい。でもちょいちょい休んじゃうけどね。桜降ってるルームが、お花見、え、お花見行ってたでしょ。お花見行った、今日行った。どこ行った？上野。どうだった？綺麗。綺麗だけどまだ満開じゃなかった。やったやった。ある。行きたいけどさ、なんか雨降るからさ、しぼんそう。なんか土曜日があれらしいよね。なんかピーク？今週の？うん、土日がピークって聞いたけど。桜が？うん。おらん、こっちおらん。じゃあ月曜日。じゃあって何？なんか今日ね、上野行ってね、昼。うん。昨日中目黒行ったの。うん、めっちゃ行ってるやん。そう、なんか。まだ早そう、そんなことない。
なんか全然なんか中目黒の方は全然なんかそんな半分ぐらいしか咲いてなかった。そうだよね、でも3月後半じゃない？うん、分かんないけど。かな。でもね、めっちゃプン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 いい匂いがしてたよ、上野公園の屋台は。ねえ、そう、どっちかというと屋台メインだよね。プンプンしてました。よいしょ。とかね、なんかおでんとかも売っててびっくりした。今の屋台っておでん売ってんだと思って。分かんない、東京だけかもよ。東京だけかな。誰かさ、屋台だけ付き合ってよよ。どこがあるの上野？なんか屋台あるとこってどこなんだろう。上野とさ、上野とあとあれじゃない、芝公園とかじゃない？東京タワーのところ。とかどこだろう。あと上野しか行かないからな、基本的に桜見るとしたら。桜見たいな。ちっちゃわないといいけど。浅草ってさ、屋台あんの？浅草はさ、屋台出てる時あるよ。そうなんだ。借りる前に見に行きたいな。そうね。代々木公園、ありそう。ああ、代々木公園。広そう、代々木公園。代々木は出店出したらダメらしい。へー、そうなんだ。屋台はないんだ。じゃあもう上野だね。上野なんだ。なんか行きやすそう。上野ってよくニュースで見たよね、屋台とか。ピクニックお花見してるのよく見て。花見か、ピクニック。なんか今日行った時さ、なんかいっぱい売ってたよ。おでんでしょおでん、とうもろこし、フルーツ飴、となんか牛タン串焼きとか、なんか焼きそばとかも、とりあえずなんかみんなが好きそうな屋台の間のいっぱい売ってた。いいなぁ、行きた。でもなんかさ、上野公園歩いてたらさ、お花見の時期になんかたまにメンバー見る。なんか見る、たまに上野公園、歩いてるの。わかんない、気のせいかも知らんけど、なんか見る。いそう。ご飯食べたの今日？うん、あ、そう、さやなとご飯食べてたから食べましたよ。どういうことか。はい、浜瀬ね、浜瀬。浜瀬、仲いいじゃないですか、最近。LINE してるけど、なんかさ、自分のキャパがないとやっぱ LINE が返せないことが分かった。今キャパがない。嘘、マジで帰ってこないとき帰ってこないよね。なんか明日の朝リハがあるの。また何も起こしてないから、なんか自分で同時進行できないんだと思って、なんか今日もシンポジだったからさ、なんか
を終わってからじゃないとなんかもう一個のことを覚えられないから、うん、やっぱ熱覚えてなくて夜やるんだけど、まあでも人間そういうもんですよね。そうだよね。うん、ね、器用な人はそんないないと思ってる。うん、なんかコメント欄来てないよ。なんかなんか、うん、うん、また一緒に住みなよ来てる。いつからしいです。いつか住む気ないやろ絶対その回答いつから一人は絶対あるなの。ん、一人一人あるなら住みますらしいです。貴重なコラボ配信ありがとう。だってコラボなのかなこれ。うん、明日はちゃんとコラボ配信ですよ。確かに。なんかいっぱい。でもさ、人と一緒に住みたい。やっぱ一人寂しいわ。まあやっぱそうなるよね、わかる。そう、なんか人ん家とかにも泊まりに行かないからさ。なんか寂しいですね。一人だと。わかる。そう。でもリーちゃんのおかげで一人の時間が大事ってこともわかった。うん。それはよかった。いいことです。よかったです。一人時間ずっといい。やっぱ一人の時間っているもんです、大事だよ一人の時間は。なんか話し相手が欲しいよね。うん、なんかりんちゃんって人によってはさ聞く専門とさ話す専門があるじゃん。うん、どっちかというとりんちゃん話す方が好きなんだと思うよ。そう、ずっと話してるよね、なんかずっと話してる、基本そう、かまってちゃんなんで、私結構、なんか基本的に、うん、そうだね。ずっと喋っちゃうね。程よい距離必要だって、間違いない。でも今すごい程よい距離感だよね。そうだね、別に毎日も LINE しないし、別に超高頻度で会うけど、うん、会った時に食べる、うん、確かに。なんか友達ってよりかはなんか本当に家族みたいな、なんかうん、なんかそんな感じだよね。いつ会ってもなんかあんな感じみたいな。うん、なんかさ、久しぶりに会ったらさ人見知りとかさする人とかさいるじゃん、たまに。ないよねそれ。別にないないし、うん、なんか気も使わない別に。うん、確かに。ただあの一回寝たら起きないことだけちょっと問題かもね。この人5分寝るがもう本当に 6時間くらいだから何倍だよ本当にすごい、本当に逆にすごい。もうその起きないのがなんでだっしょかね。感動するよね。しかもこんな痛そうなソファーでずっと寝てたね。痛いよ、リーちゃんお風呂入りなよって言っても無視あれ26日公演2公演
お願いします。お願いします。すごいね、公演いっぱい出てるじゃん。うん、なんかね、いっぱい出てるんだよね。でもありがたいけどね、もうアイドル終わっちゃうからいっぱい出れるの。眠り深いんじゃない？誰が、私が？うん。でもゆうちゃんって寝起きさ、いいよね。うん、でも本当にね、2、3時間だと、うん、めっちゃ機嫌だし、全然起きれない。あー、そうだわ、ゆうちゃんってあれだ、全然睡眠時間ないと不機嫌になる人だ。そう、でかい。めっちゃ不機嫌、なんか自分で起きても不機嫌ってわかるもん。え、なんか2時間、3時間だと、うん、夢なのか現実なのかわかんなくて起きれない時がある、結構。うーん、なんかそう、脳みそ変になってるんだけど。でもほんと睡眠時間短いと不機嫌です。うん、あ、ついてる時ガキガキ、うちもお腹空いてる時マジ不機嫌。そう、ほんと、もうこれで何回喧嘩したか。うん、ほんとにお腹空いてる。でもさ、違う、一緒に住んでたらやっぱご飯って一緒に食べたいじゃないですか。うん、だから待ってたりするんですけど。そう、不機嫌になっちゃう。大人にならないと、本当に大人ですよ。もうだってさ、うちらももう21と22でしょ。うん、ひーちゃんがもう21なんだ。だって一緒に住んでたの18、19の時だよ。やばくない？え、そうなんだ。そんな前か。そうだよ。そっか、そんな前か。うん。全然ガキンチョじゃん。そう、ただのクソガキなんよ、我ら。うん。そりゃ喧嘩するわ。ね。初めての状況だしね。うん。本当にこれはもうリーちゃんのおかげで私は上京したからね。岐阜から出ないって言ってたもんね。えっと、絶対岐阜から出れないと思ってたから。うん、いや、もう感謝ですよ、それは。ありがとう。全然、だからまさかさ、なんで一緒に住むってなったんだっけ。もう覚えてないんだよね。いや、リーちゃんがめっちゃ東京行きたいってなったんじゃん、覚えてる？うん、うん、でもまあね、あの家賃とかもさ高いからね、うん、高いから半分にしたら安いんじゃないみたいになって、うん、でなんかじゃあってなったんで。そうだね、リラが行動力やばかったから、あの時。そう、すごかった、マジで。もう本当にすぐだったよね、割と。うん、決断力すごかったから。まあ家選びをもうちょっと頑張ればよかった。いや、本当だよね。なんであの家にしたんだっけ。本当に、あっすぎ、マジで。家選びあんな雑に決めるなんて、もうね、ダメだ。でもあれで学んだよね、一応。いや、まああれがあってこそだよね。うん、これはもう人生の30ページぐらい刻まれたわ、あの期間。いや、マジであの家はなんか本当謎だったね。ね、なんで逆にあそこ紹介したんだろうね。いや、なんかさ、不動産屋さんのセンス疑っちゃうで、今考えたら。いや、変ね。変だよね、あそこ。でさ、もうちょっとさ、あの、うん、なんだよ、東京から離れてもよかったからさ、うん、ちょっといいとこ住めばよかったよね、絶対ね。え、ほんと思う。救急車とかの音すごかったしね。消防署だっけ、消防署だっけ。うん、消防署やばかった。え、でもほんとにやばかった。
え、なんか何個か候補をなんか提示されてない、ほんとここだけ、なんかここはいかがでしょうかみたいな、なんでってなったよね。いかがでしょうかっていうか、ここにしましょうみたいな感じだったよね。もう、あ、もう決断だったの。そうだから18の19の小娘にはよく分からんから。あー、でもそれはあったかもね絶対。うん、ありそう。舐められてたんか。でも初期費用はめっちゃ安かった記憶ある。安かった。まあでもしかも家具とかも2人折半だったからさ、うん、めっちゃ安くはすんだけどね。まあ懐かしいわね。うん、なんかでもたまにね、うん、そのリラが行ってる皮膚科がその、うん、私たちが一緒に住んでた時の最寄りなのね、うん、皮膚科が。うんうんうん、だからたまに行くんだけど、うん、そこに前住んでたところに、うん、なんか買い物とかさ絶対一緒に行ってたじゃん。そう、何に行けばいい、薬局とかなんか。そうだね、そこの道通ると日高屋とかあったじゃん。あった、あった。なんか日高屋とか通ったらなんか、なんかエモエモってなるとかさ、よくさ、なんかお菓子屋さん、そうそう、買ってたさ、チョコレートが売ってるさ薬局とか行ってたやん。生チョコでしょ、 生チョコだっけ。そうそうそう、あれ好き、めっちゃ食べたわ。そうとか通るとなんか、あーエモいなって。あとあれ、なんかさ美味しそうなさ、なんかパイタンのさラーメン屋があったじゃん、いつも並んで結局行かなかったところ。うん、そことかなんで行かなかったんだろうなって思いながらいつも通ってる。なんで行かなかったんだろう。そう、すごいね行列。そう、行列昼間になるとすごい並ぶね。なんかラーメン屋さんがあったんだけど、結局出た、行かずじまいでしたね。確かにあんだけ住んでていかなかったね。うん、とかね。うん、ほんとでもあそこに住んでたのは謎だな。うん、謎だね。エピソードです。うん、エピソード。掘れば掘れば何とでも出てくるよね。うん、何とでも出てくる。もうだから明日多分4時間くらい話せるんじゃないっていう。いや本当そう。いや本当に全然もう明日いっぱい聞いてください。もう一緒にいるときにまた多分ちょっと言い合い始まると思うんですけど。でも大丈夫、喧嘩はしないよ。あ、喧嘩、でもヒヤヒヤするかもしれないけど別に喧嘩はしない。ただ、うん、ただのもう思い出話の合いだから、あの時はこうだったよとかやるだけだから。うん、楽しみに。本当、そう、そうです。うん、喧嘩はもうしないんじゃない。いや、しないっしょ、さすがにしないと思う。世に出してないヤバい話とかいっぱいあるだろうな。あるよね。あ、めっちゃあるよ。アホみたいに。でも世に出せない。世に出せないよね。出せない。マジ、あの病気。病気、本当に病気。いやマジで世に出せない。世に出せない。これはでもリーちゃんもあるし私もある。うん、でも本当に世に出せない。世に出せない。いっぱいはないかもだけど、世に出せない話はマジ覚えてる限りは何個かある。うん、そうだね。うん、それはもう私たちの2人の思い出ですよ。墓場に持ってきます。墓場に本当に。でも最近さ、めっちゃ沖縄行きたい
話したじゃん沖縄の話、うんうん、めっちゃ沖縄行きたくなっちゃって、めっちゃ沖縄の Vlog とか YouTube で見るんだけど、うん、なんかそう、なんか沖縄の写真見返してて、わ懐かしいと思って、うわ行ったね一緒に、うん、でもあれがさ初めての沖縄旅行で今んとこ最後の沖縄旅行だから、うん、沖縄行ってたまらん今。誰と行くの？一人あの楽しめる楽しめた、あのね、あのいいちゃん、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 あーマネージ、はい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 、あ違います、あのはい、誰、はい、まあまあそこはまあまた今度話しましょう、うん、あ男じゃないですよ本当に、もうこういうとこういうのあんまよくないですけど、あ男じゃないです本当に、あのファンの人は分かる、ファンの人だからいつも見てくれ、いつも見てくれて、あれでしょ、はい、あれでしょとか言って、あの方でしょ、うん、知ってる人で、知ってる人、うん、そういいちゃんね、よかった、女性がちゃんと、もうこういうのめんどくさいから女性、あそうこの間泊まってたね、そう去年の誕生日お祝いしてくれたりとか、いつもいる人です、はい、マジ女マジ女女マジ女で、いやでも本当に沖縄って車ないと不便だね、えマジ車ないと生きれません、あの国は、あの国は本当にバスも遅れますし、足ないと大変ですね、うん、そうだね、りーちゃんと行った時は足があったから、足いましたね私の友達が、そう元気してる、あーでも最近連絡来た、本当何してんのって、うん、もしあれだったら足に使っていいよ気まずいわこっちこっちが気まずいわ、足に使っていいよ、うん、いやオープンカーに乗りたいの、オープンカーを運転したいから、最高じゃん、最高だよね、でもそんな強いに行ったらさ、でもさあの一応さ一個言っとくけどさ、沖縄のレンタカーってめっちゃ高いらしいから気をつけてね、うん、なんか調べたけどめっちゃ高かった、そうなんかこの前なんか誰かが1週間借りるだけでなんか20万かかるみたいな、えレンタカー、えやばとかなんとかかんとか言ってた気がする、うん、稼ごゆうちゃんでもやっぱちょっといいホテルありたいじゃん、うん、うん、かそうね、いっぱいあるからね今沖縄もいいホテル、うん、オーシャンビューがいい、オーシャンビュー、うん、いっぱいあるよ本当、うん、全然行く日とか決めてないのね、楽しみ、ずっと楽しみも、いいじゃん、楽しみはあった方がいい、まあじゃあ5月岐阜帰るとき言うわ、うん、マジで岐阜タンメンが食べたい、うん、食べよう、マジで本当にもう大好きすぎて、マジで美味しいよね、本当に美味しいよね、マジでうまい、本当に美味しい、なんかね、え聞いてでもさ、にゃんちがさあんだけ懐いて、うん、でさにゃんちがあんだけ懐いてたのに、うん、もう全然構ってくれないの、あらまあ、え本当に部屋にすら来ない、あらそうってくらいもう嫌いになっちゃったらしい、ゆうちゃんのこと、
もう本当にショールームとかも映ってくれないし、別に部屋にすら来ないもん。あらまあ悲しい。だから卒業したらマジで1ヶ月くらい家にいないと。え、1ヶ月くらい家に帰るんだったらそのタイミングで行くってのもありだね。そうだね、うん、うんうんうん、なんかほんと岐阜タンメン食べたことない人マジ食べた方がいいよ岐阜行って、うん、ほらほらほんとにそんくらいマジで美味しい。人生損してるよね。うん、後悔するよ。岐阜タンメン食べないと後悔するよ。なんかゆうちゃんの力で東京に出店させてほしいよね。え、マジ岐阜タンメンスポンサーになれないから、もうどうしたでもさ、絶対毎回そう投稿するときにタグ付けはするの、うん、で、なんかギフタンメンの人からいいねとか来るんだけど、うん、そこで終わっちゃうんです。お仕事に突っ込まれない。東京にね、ポップアップとかでもやった方がいいですいや本当にギフタンメンの公式スポンサーとか待ってます。うん、文字で魅力語れますんで。え、沖縄そば食べないぐらい損してる。本当に本当に、いやでも本当に沖縄そばも美味しい。大好き沖縄そば。マジ沖縄料理屋行きたいもんね。あ、リラのさ、リラん家には大量の沖縄そばあるよ。え、食べる、明日食べる。食べなって食べよう。やったー、じゃあもう明日のご飯沖縄そばでいいよ。あ、フーチャンプルも作ってあげるじゃん。最高、いいの作ってく、もてなしてくれるよ。めっちゃもてなすわ。うん、じゃあちょっと早いけど先に、わかんない、先に誕生日ケーキでは食べる。ちっちゃい人買っちゃう。うん、食べようよ。そう、私たち誕生日同じ日なんで。そう、3月30日ね。え、そうじゃん、もうすぐじゃん誕生日。あ、そうじゃん。そうだよ、もうすぐだよ。やった。じゃあもう沖縄料理が食べれたということで、もう私は嬉しい限り。フーチャンプルーと沖縄そば。お、ありがとうリーダーリーダーが作ります。でも作ってるとこから配信してもらおうか。いや、もうね、リラの得意料理フーチャンプルーだから。うん、確かに。でもひーちゃんのフーチャンプルー、あの人参が火通れば美味しいなんか悪口やろ今のちょっと悪口やろ一回あったんだよね、フーチャンプルー作ってくれたけど人参が一回の時狭かったから仕方ないんだけど、もうなんか、うん、キッチンぐっちゃぐちゃで帰って公園から帰ってきたらもうフーチャンプルー作って残骸でキッチンぐっちゃぐちゃで人参の残骸エグかったよね。うん、エグかった。でもね、大丈夫。今のね、リラの人参は結構進化してるからマジで柔らかい。柔らかいっていうか、なんか火通ってないことはない。本当？細く切ればいい、うん、人参。なんかね、あのスライサーじゃねえ、ピーラーで切ってるから大丈夫。ああ、なるほどね。ピーラーって伝わります？これでしょ、シャーってでしょ。そう、うん、ね、待って、アクアパッツァ懐くない？アクアパッツァってコメントで来たけど夏にマジでなんか何食べたいって聞かれて、リーちゃんから珍しいじゃん、うん、ようかなみたいな。アクアパッツァ食べたいって思った公園から帰ってきたらアクアパッツァ作ってくれてるのめっちゃおもろないえ、でもあれ割と美味しかったんだよ。え、美味しかった。ちゃんとプロ。そう、ちゃんと美味しかったんだよ、あのアクアパッツァ。1回しか作ったことないけど家で食べた、人生で初めて食べたかも、家でアクアパッツァ
店でも食べたことないかも。あれが最初で最後のアクアパッツァかも。また作ろうアクアパッツァ。怖い、なんか飛び散りそう、危ないよ。やめなさい。美味しかった、でも美味しかったよ。懐かしい。あったね、そんなようなこと。いや、そうだからこう喋ってくば喋るほどね、いっぱい出てくる。ねえ待って、思い出した、いやさ、ゆえちゃんのさ、あの肉じゃが食べて号泣してたことあったよね。違うよ、酢豚だよ。あ、酢豚か。喧嘩して帰ってきてでもなんか酢豚は作ったんだよね、確か。うん、え、なんだっけあれ、なんだったっけ、なんか多分喧嘩かなんかして、うん、でなんかゆうちゃんが作った酢豚捨てるみたいな、あー言ったわ、そう、もう食べないならいいよ、捨てるからって言って、そう、うん、で結局捨てるってそう、もう食べないなら捨てるみたいな、で捨てるのは違うでしょみたいな言って喧嘩が始まって、でも二人とも疲れて喧嘩することに、あ、そう、もう疲れちゃったんだよ。そうで、リラがお腹空いたから、なんか玄関で玄関でちょっとしゃがみ込んで酢豚食べてたら、なんか泣けてきたっていうめっちゃ大号泣して酢豚食べてるの可愛くない？そう、めっちゃ泣いてる。そう、そう、美味しくて、なんかその喧嘩した後の酢豚がめっちゃ美味しくて、うん、そうなの。いや、なんか酢豚ってさ、なんかその酢豚の調味料とか使わず、本当一から作ったの、自分で調味料を合わせて、うん、なんか豚もちょっと揚げてみたいなのをして、うん、本当に一から酢豚を作ったから、うん、カップを食べながら大号泣して、そう、リラが泣くことってあんまなかったけど、なんかあんまない。酢豚だけは泣けた。そうだ、美味しくてお思い出の酢豚すぎない、うん、懐かしい。おもろいわ。おもろい。なんかでもカメラ見てるとさ、うん、なんかコロナの時にさ、会えないからずっと LINE してたじゃん、うん、なんかそういうののスクショとかある？え、リアも残ってるよ。残ってる、うん、いや、あった気がする。めっちゃ電話してたよね。してた。だからなんか寝落ち通話してたよね、ずっと。うん、ほぼ毎日してたかも。懐かしい。いや、めっちゃあるカメラロール写真。リラのカメラロールにはゆうちゃんに喧嘩して、あの全部消されたのでないです。大喧嘩して、もう大喧嘩して全部消されました。写真撮っとかないって全部消さしました全部消されました。懐かしい、リーちゃんが誕生日の時に来て、目の中に真っ赤ななんか血の塊で来てる怖いよこれ。見せていい？ちょっとファンの人に今いいよ。グロが注意です。ほら、怖くない？何これ、マジで猫アレルギーなのに、そう、ゆうちゃん家にずっと居候してたから、はい、ストレスでできたっていう。怖いよね。でも痛くはなかったんだよね。そう、めっちゃなんか、そうだから猫、そう、猫アレルギーなんですよ。懐かしい写真ばっかいっぱいあるよ。え、なんか待って、昔のさ LINE 恥ずかしくて見れないんだが。見ない、もうそういうの見ない。え、見ない。
もろ。いやまあ明日2人で思い出の写真とか探そう。確かに、じゃあゆうちゃんの携帯にしか入ってないから、マジリラの携帯にはない。あげるよ、欲しいなったらあげるよ。マジでない、本当になんか見事に思い出がない、この携帯に。喧嘩して消す。おかしい、写真消すの。なんかないです。だってさ、うちらパスワード同じだったもんね。うん、そう。リラ、今でもパスワードそれだよ。え、そうなの？うん、今でもずっとそれ。覚えてないかもしれんけど。プリクラ痛い。家の近くにプリクラ。プリクラ？うん、なさそう。プリクラ？プリクラいっぱいあるよ。うん、え、家の近くに？家の近くにプリクラ、あ、リラの家の近くにってこと？あ、そうそうそう。リラの家の近くにプリクラ屋さんですか。あずねちゃんタワーありがとう。嬉しい。桜撮ってる、ありがとう。今日はファンレターで、ファンの方の顔を見てちょっと泣きました。恒例行事です。でも今日のポジションはね、下手にそんな行かなかったから、ファンレターの時にすいません。かずねちゃんの顔も見て泣きました、ありがとう。いや、ないな。ない。上野や、上野。やめて、その上野っていうのバレるから。でもさ、プリクラもめっちゃ撮ってよね。なんか今たまたまさ、プリクラいっぱい入れてるのがさ、横にあるんだけどさ。うん、そういうこと。プリクラケースから探してくれてるんだ。めっちゃプリクラ撮ってる。なんか出かけるために撮ってた記憶はあるよ。いっぱい撮ってる。ごめんなさい。ゆうちゃんとさ、一緒に住んでる時、リラがめっちゃ女の子なんだよね。うん、確かに。なんかめっちゃおもろい話もう一個あるわ。何？で、岐阜さ、泊まりに来てさ、最初、東京から来て、で、りーちゃんが沖縄帰ってさ、なんか最後の写真送ってきてさ。最後？どっち？最初、財布、財布、どっちが可愛いと思うみたいな、言って、なんか柄がついてるやつと白のやつを送ってきて、りーちゃんが、白の方が可愛いと思うって送って、りーちゃんが買うのかなって思ったの。たら送ってきたの、りーちゃんが財布を、お誕生日おめでとうって、私が可愛いって言ったやつと逆の方。え、そうだっけ。多分勘違いしてたんだよ、りーちゃん、多分。分かんないけど、多分、逆の方言った気がする。これ話したことなかったっけ。したことあるよね。あるっけ、そうだっけ。逆送ってきたりら、あれ逆だったんだ。そう、まあでもありがたく使いましたけど。いや違うんだよ、あれ送ったじゃん、どっちが可愛いと思うって。で、こっちが可愛いと思う、分かったって言って、もう一回買いに行ったらなくなってたんだよ、それが。あ、そういうこと。だからか、なくなってて、なくなってる、やばいと思って、
送ったっていうね、だった記憶。ありがとう。でもね、あれの方が可愛かったよね。いや、いい、どっちも可愛かったよ。可愛いなぁ。私の携帯には写真がいっぱいあるから、はい、宮里さんのにはないんで、ちょっと明日はね、はい、ゆうちゃんの方から、そうですね、カメラロールぜひ見てもらって。うわ、懐かしい、アプリクラいっぱいあるよ。ほんと、うん、うわ、なんか思い出に残ってる LINE スクショしたんだけど消したのかな、記憶にない。トーク履歴別に消してないよね。いや、あ、わかんない、リラ LINE 消した気がする。あー、消したわ一回。じゃあないかもね。すごい、なんか宮田とリラびっくりマークハテナって来てるコメントで。宮田とリラです。いや、懐かしい写真いっぱいあるよ。よっしゃ、私はそろそろ配信終わろうかなと思うので、はい、一旦電話も切ってもらってもよろしくて。はい、また明日。うん、ちょっとまた連絡して。また連絡しますね。いいよ、おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ゆうちゃんのファンの方、ありがとうございました。ありがとうございました、ゆうちゃんのファンの方も。じゃあ、また明日。おやすみ。バイバイ。バイビー。はい。ってことで、服部ゆうちゃんでした。すごい、1時間ぐらい電話してた。そう、ゆうちゃんが明日泊まりに来るかもしれないということで、もう今ゆうちゃんと住んだらどうなるんだろう、結構気になるかも。あ、リラがかけた。ゆうちゃんから電話かかってくることはない。よいしょ。ですかね。2014年にイギリス人の F1 ドライバージェンソン・バトンさんと結婚しましたが、11時、だっていいの、だってじゃないわ。11時ですね。ゆうちゃんと一緒に生活して、うーん、お互いがあのガキすぎたから、あのうまくいかなくって、まあ、最終的にはあの離れましたけど、なんだろう、二人とももうちょっと大人だったら未だに一緒に住んでたのかな、どうだろう、わからない。でもね、卒業したからね、私が先に、なんかその時さ、卒業
した発表した後くらいに、なんか何件か DM とかでなんか卒業発表したんだからなんか一緒に住むのはどうなのみたいな、なんだろうっていう、なんかちょっとランリーもなんか一人立ちしないといけないねみたいな、なんか知らない人からなんだろう DM とか来てたりとかしてって、なんかそれを言われるのがすごい嫌だったんですよ、その時。だからなんかそれとかも言われて、あ、私は一緒に住まない方がいいんだとかっても思ってたから、わかんない、未だに住んでたかわかんないけど、でもなんか意見とかだったらなんか別に気にしないけど、なんか何件か来てたから、そういうのがね、だからどうなんだろうね。でもなんかまずあの部屋がバカ狭かったから、なんだろう、住むならもうちょっと広くて、なんか最低でもリビングプラスワンモアある部屋でじゃないと無理、ゆうちゃんに限らず人と住むのはっていう感じかな、私がね。でもやっぱりなんかね、一緒に住んでた頃を思い出すから、誰かと一緒に住みたいなってのはすごい思うよ、めちゃくちゃ。ほんと隣の芝生は青い状態だよね、ほんと思う。だからなんか同じマンションの隣同士とかで住みたい、もうそれが一番楽、まあ、隣同士じゃなくてもいいけど同じ最寄りがいいな。なんか同じ最寄りとかが結構楽かもしれないな。でもなんだろうね、ゆうちゃんはなんか友達でもないし、なんか親友ってわけでもないけど、なんかほんと家族って感じだね。なんだろう、どうでもいい話してもなんか聞いてくれる人ってなんか家族だなって私は思うんですよ。今は全然近所じゃない全然近所じゃない、今は全然近所じゃないんだけど、今はでもなんか親友とはまた違う感覚かな、リラからしたら。そう、うん。
え、家族だとしたらゆうちゃんはもう絶対はね、絶対姉だね。私お姉ちゃん向いてないんで私多分お姉ちゃんとか向いてるタイプじゃないんで、妹気質だと思う。自分でもそれは思う。妹気質な気がする。そう、私なんかでもそんな、なんかそのこういう関係別に広くないから、ほんとい、なんか同じ人としか絡まないし、いつもまあ私は頑固ちゃんなんで頑固ちゃんとか、なんか一回決めたら絶対曲げないから、なんか結構、まあ、あの時は喧嘩してたけど、そういう感じだね。でもね、なんかほんとシェアハウスしたいね、また。ランリーは一応お姉さん、ま、お姉ちゃんだけど、お姉ちゃんって感じじゃないよね、あんまり。まあでも明日ゆうちゃんとショールームすると思うんで、明日見てね。何時ぐらいだろうね、わかんない。夜、これトレンチコートじゃない、これ最近買ったジャケット。トレンチコートおばあちゃんにお直ししてもらってるから今ここにない。何時からかまだ決まってないけど、まあ何時からか帰りますね。でもジャケット脱ぐと寒い、やっぱ。言わせる。パーカーめっちゃ着るよ。パーカー全然着ますよ。今日はね、これ新しく買ったばっかだったから着てるけど、なんか基本なんか自分が出かける時とかの自分だけしか、なん自分人に会わない時で出かける時、なんかお買い物とか、なんか自分の買い物とかはなんかおしゃれしなくなった。もうほんとパーカーとかなんか着やすい服しか着ないかも。でもね、ずっとでも今ヒートテック極暖着てるもん。今日ずっと極暖着てた。
もう楽な格好しか勝たんね。なんか私なんかほんと服いっぱい持ってんのに、なんか同じ服しか着てない基本的に。けどやっぱりなんかね、仕事柄こう服を新しく揃える機会が多いから、ほんと一回着ただけでももう着ないみたいなのとかめちゃ多いかも。暑くなかった？私結構寒がりだから、なんか暑くなくても暑くても暑くなくてもヒートテック絶対着る。という感じです。ほんと寒がり、私は。だからさ、そうやってすぐ調べないの。すぐ調べるからあんまりどこの服か言いたくなかったのにでもね、やっぱ展示会とかそういうところでゲットしてるんで、まあ定価よりかはっていう感じですね。ランディ胸元にリボンがついてる可愛い気がする。よく知ってるね。そう、私なんかリボンこう自分で結ぶやつめっちゃ好きなの。リボンついてる服超好き。これはついてないけど、リボンのやつはめっちゃ持ってるね。エクステ取った。すごくね、身軽です。あ、そう、チェックとリボンはすごい好きですかね。明日って暖かいっけ？暖かいね、割と。元可能っていつまで返却可能？だからなんだって話じゃなくて、そんなこともあるよなってことで、意外に忘れてないもんだね。わだかまり。だからこうやって言いたいけれど、何を今更語ったことで、なんとかかんとかかんとかかんとか昔話。何度なの？今はね、今14度、もっと寒いでしょ絶対。今14度だって。帰ってくるとき寒かったけどな、足出してるから寒く感じたのかな。君が褒めがいいとそれなりに幸せだったら、そのままを構いなく、チャン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 。もう新曲出てるの、もう AKB の。ほんとだ、伸ばしたらいいかな。
すごいなんか疾走感のあるメロディーですね。春っぽい衣装めっちゃ可愛かった。すごい。なんかあんま AKB っぽくないですね。なんか あ、そう、今週の土曜日トールとカオル出ます。多分私で1時間じゃない、私で30分だと思う。衣装かわいい、あれが見たい、動画が。あ、そう、あのレゴランド、お台場にあるレゴランドに行ってきたんですけど、今回は3月25日かな、3月25日にオンエアされます。久しぶりじゃないかな出るの、多分トールとカオル。私2月は出てないから久しぶりですね。久しぶりです。見てね。なんか歌おうかな。イヤホンどこ行った、やばい、部屋片付けないと。歌えるよ。今日は何食べたっけな、今日はセーナとご飯食べてたんだけど、肉ユッケ食べた、桜ユッケ。最近どんな曲聴いてますか？
最近のリラのおすすめの曲はね、あるよ、ちょっと待ってね、なんだっけな、ボカロ？ボカロ？ボカロ？なんで今3回言ったんだろう。マフマフって知ってますか？マフマフさんの人狼ゲームっていう曲と、最近よく聞いてるのはと、あとはあとなんかボカロ、とあとはパペットマペットっていう歌があるんだけど、パペットマペットっていうのをめっちゃ聞いてます。あとはアップルミュージックにあるやつだったら、あと東京スカパラダイスオーケストラの、これいや漢字わかんない、これなんて書いてあるんだろう、これなんとか白鳥、なんとか白鳥、牛くんとカエルくんって何ですか、マフマフ、マフマフっていう、なんか YouTube で人狼ゲームマフマフ、あそうモンシロチョウ、モンシロチョウフューチャリング、あのサウシードッグの、あのボーカルの方、石原さんのやつめっちゃ聞いてるね。あとはインディゴ、インディゴラエンド、あのゲスキワの川谷絵音さんの、あのもう一個のバンドでインディゴラエンドってあるんですけど、それの歌で名前は片思いってやつと春は溶けてって歌があるんだけど、それよく聞いてる最近は。あとはなんだろうな、もう AKB の曲ばっか聞いてる最近は。なんか最近さ、工藤静香さんがさよくテレビでさ歌ってる、歌テレビ番組によく出てたりするじゃん。それでさなんか聞いて、なんか目と目で通じ合うかすかに色っぽいっていう歌あるじゃん。なんかそれなんか何かで聞いて、なんかハマって、なんかたまに聞いてる。なんだろう、最近はこんな感じかな、聴いてる曲は。よくあそう誰も見てない、なんだったって恋をしようよ、よくあんなことで聞いたよねってやつ、あのスカパラのやつは。えでもわかんないって、サビしかわかんないよ、あの工藤静香さんのやつは。まあなんかこれはちょっと歌えるようになりたい、歌ってみるか。あれでしょ、なんだっけ、隕石の確率でしょ、歌えるかな。いややっぱわかんないわ、サビしかわかんない、絶対わかんない。
ちょっと勉強しときますね。昭和の曲めっちゃ、もうスピッツとか大好き私。なんか最近よく聞いてんのは、なんかこれもなんか TikTok かなんかでかな、なんかジャンヌダルクっていうなんかバンドの曲、一曲しかわかんないけどたまに聞く。あ、今日あんま、なんでめっちゃ一人で喋ってた。待って、肉効果がさないかな。じゃあさ、その私が今ハマってるスカパラの歌歌えるかな、歌ってみよう。マジいい歌だから聞いてほしい。うん、わあ桜だ、ありがとう。よしよし、ありがとう。グミ食べてよ今。歌います。空に浮いたって無傷じゃないね、僕と同じだ。スカパラとかさあんま聞かないけどさ、サウ収録好きだからさ、それを聞いた。渋谷の交差点が青色になってわかった。みんなまっすぐ歩いたらぶつかってしまうみたいだ。ときめきゆらゆらと探す蝶々たちには慌ただしい世界は見えていない。起きてるようで本当はみんな寝てるのさ。こっそり起き出していいことしよう。誰も見てないなんだったって恋をしようよ。よくあんなことできたよね。だとあの二人でびっくりしようよ、yeah。 急に思い出して笑い合いたいね。戻れないと分かってても二人自転車でどこへ帰るの。信じていいよ、シャツ引っ張って怖くもないよ、ただの未来だ。聞いたことある。あ、でも今日いいかも、喉の調子。ある臨界点を超えたら僕らはギャンブラー。囚われた人たちより一歩先を行く。傷つけられてもまだ捕まってるんだね。こっそり抜け出していいことしよう。連れ出すから僕のどこからじゃないと、この虹は見えないよ。もっとそばに来て一緒に見ようよ、yeah。 バランス失ったまま、モンシロチョウは離れずにずっと一緒に飛び続けている。惚れたらきっと片道切符、どこへ行こうか僕らの自由だ。聞いていいよね。たった一度のキスで揺らいだ君の心は柔らかいね。
かかってよ僕のとこからじゃないとこの虹は見えないよもっとそばに来て一緒に見ようよ Yeah 何だったって恋もしようよ逃げるつもりもないくらい迷いもなく過ちを犯して惚れたらきっと負けな気がして分かってたって君に勝てない信じていいよシャツ引っ張って怖くもないよただの未来だあ、そう、シンデレラボーイ歌ってる人です。めっちゃセア好きでさ、これ最近ずっと聴いてんだよね。あと最近聴いてる曲はね、フレンチキス最近めっちゃ聴いてんの。ずっと前からって曲があるんだけどね、歌えるか分かんないけど歌いたい。フレンチキスマジで最近すごく聞いてる。今日もねずっと聞いてた。じゃあ歌います。イフいいよね。次のピアスはもう分かんない。イフもイフ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 聞くよ。風と日差しの中で走るあなたを見てた。夢を追いかけているグラウンドの上に汗が眩しかったよ。一緒に笑えたから心の上に同じ足跡。ずっと前から気づかずに好きになった。熱く過ごした月日に隠れてた。ずっと前からお互いに惹かれていた。この気持ちは青春の忘れ物。高い。火山だよ、わかんない。沈む夕日の中で並んで帰る二人。いつか話してくれ。
て遠い先の夢と瞳はキラキラしてた。何か訴えたい欲しいのあればどうぞ。ペリキュアでいい。隕石の確率を歌う。ちょっと待ってね、間違えた。ペディキュアでも高いのよこれ。また私は私って入ってたっけ。ペディキュアでめっちゃ大好き。プリキュアで好きすぎてユニットリクエストしたもんね。心のどこかに T シャツのタグがチクチクして気になるように、こういう感情って久しぶりだから、なんかちょっと私じゃない。ずっと恋なんかしないってどうもそう、あなたと出会ってから一年か、どうでもいいお気に入りのサウナルで幸せを見せびらかしたい。好きな人がいる女の子ってわかりやすい。まだ季節は早いけど、あなたの前では素足になりたい。ときめきを足の爪に塗って、
ペリキュアデイ高い あなたを思うとキュンとするけど、そんな痛みも嫌いじゃないのよ。昨日のメールを何回も読んで、恥ずかしくない笑顔になる。前のボーイフレンドなんかすっかり忘れてしまった。あなたと巡り合うためのただの寄り道だったんだ。お気に入りのサンダルで7センチ背伸びをしたいのよ。背が高いあなたに私から先にキスをしたい。そんなこと考えるだけでなんかドキドキ足元が聞こえる。ロマンスにそっと期待込めてペリキュアデイ。したい好きな人がいる女の子ってわかりやすい。まだ季節は早いけどあなたの前では素足になりたい。ときめきを足の爪に塗ってペリキュアで。ペディキュアデイはね、立たないと歌えない。私は私はないですね。かすかに灰色っぽい。いやこれはね、明日ゆうちゃんから振りを教えてもらおう。マジで好きなのこの歌。え、昨日も歌ったっけ。ずっと聴いてる。やったことない。天文学的な確率だよね。学者たちも驚いた。コンピューター計算上じゃ絶対何かの間違いだろう。ある日突然に空から降る巨大な隕石みたいに衝突した。奇跡の人、何億年に一度君の出会いだと思って。ありえないんだ、ありえないんだ、この広い宇宙で何億年に一度君の恋のインパクト。信じられない、信じられない、この胸にできてる愛しさの跡。流れ星なら見たことあるよ。すぐに消えてしまうけど、
炎に包まれたって燃え尽きないで地上に届いた愛の塊過去の文献を紐解いてもここまでのそう確かな気持ちは見つからない価値ある人この世界が変わるようなニュースだと思うもっと知りたいもっと知りたい今起きた現実この世界が変わるような星のサプライズ一目惚れだよ一目惚れだよ君のこと待ってた永久の時予言の書にも書かれてない心の遊石そんなバカなとそんなバカなと何度もつぶやいた何億年に一度君のまさかだと思う会えてよかった会えてよかった新しい気持ちが生まれた事実これマジ歌いすぎな気がする最近ヘビロテしてる、めっちゃヘビロテしてる毎日聴いてるもん。かわいいじゃんこの歌。しんみりしんみり。もう恋と気づいた夏を時計層の花が日向に溢れた道羽渡った空に誘導雲が黙々あっという間に増えてなぜだか不安になったの今いる場所と未来あなたの右肩私の幸せよ泣くて辛く悲しい時は
そんな私の愚痴も聞いてくれるだけでいい。夕立に振られて民家の木先でそっと寄り添った二人、いろいろあるねって笑った。雨さえ楽しくなる。なんか桜ソング歌いたいね。お花見だし今日。あの子の歌った愛のメロディー、今ここで一人きり歌ってみた。なぜだか涙が溢れてくる。メッセージがもどかしくて、
桜桜今咲き誇る無理出ない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 
ちゃんと履いてるんですか、わろた。ちゃんと履いてるよ。あと1曲歌ったらカラオケは終わる。もう喉がそろそろって言ってる。何歌おうかな、最後。最後本日最後の曲、2万めっちゃいいタワーじゃん、びっくりしたんだけど。MM レースさん、アットマーク岐阜の夜と人生に乾杯。ありがとうございます。めっちゃびっくりしたんだけど。嬉しい、ありがとうございます。久しぶりにタワー見た。めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとうございます。久しぶりに、久しぶりにこれに、これ書くわ。嬉しい。もっと歌ってほしいってことかな。なんか歌ってほしい曲とかありますか？めっちゃ嬉しい。誕生日プレゼントだと思っときます。ありがとうございます。誕生日プレゼントや。ボードも久しぶりに書くから、なんかどうやって書いてたっけってちょっと戸惑い。MM ルレッシさん、なんか歌ってほしいのありますか？私には歌うぐらいしかできないので、私には歌うぐらいしかできないんですけど、ボードはずっと残してるよ、いつでも使えるように。47？ いいよ。47とか歌ってないもんね、全然。ちょっと待って、ボード書いてからでいい。
でもさ、最近から言いたいこと言えてるんでしょう。言えてるんでしょうというか。メガネコールって何？で、ちょっと可愛くしたい。絵のセンスないが、お待ちを。うわ、もう薄いな。オレンジが薄くなってる。今書いております。今日何日だ。3月21日すぐ誕生日だよ。29日はカウントダウンライブ、カウントダウン配信するから、みんな絶対集合ね。カウントダウンは一人でやるよ。
かけた。やばい、シャンメリー買わないとだし、シャンパングラス買わないと。できた。MM ルレさん、 MM ルレさん、アットマーク岐阜の夜と人生に乾杯、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。久しぶりにタワーなんて見た。超嬉しい。ありがとう。スクショできるかな。ありがとう。めっちゃ嬉しいです。ありがとう。久しぶりだよタワーなんて。ありがとうございます。できたかな。スクショできた。ありがとう。もう47なんてさ、普通の日じゃ歌わんけど、今日はもう歌うね。47歌ったらカラオケは一旦今日はおしまい。なんかもうさ、この曲なんか泣いちゃうんだよね、今聴いたら。私なんか泣けてくる、この歌。真っ青な空を見上げて、誰かのこと思ってますか。今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を、ここのところご無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ、大事な人君だ。悲しいことがあった時には話を聞いてほしい。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながら、のんびりと景色を眺め、ドキドキするのが楽しくて。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、神奈川、福島、絶対違う、茨城、絶対違う、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら、会いに行こう。大好きな車に乗って。
ということで47の素敵な町へでした。久しぶりに歌ったね。やっぱりなんだろう、ほんとこの曲聴くとマジで泣けてきちゃう。ありがとう。いやこちらこそありがとうございます。そういえば爪すっきりしたね。あ、ネイル飽きたからもうなんか剥がしちゃった全部。でもめっちゃ爪割れる、やばい。爪が傷んでるからさ、すごいね。爪割れすぎてやばいです今。目を閉じれば億千の星。なんかでもさね、確かに封印されるって考えたら悲しいよね。だってさ、悲しいね。変なあだ名で呼ぶなよ、みんなバカプルだと思うだろう。いお似合いの二人、共に分かり合って飾り合ってもお似合いがつかない。あ、歌、その歌っちゃダメってことじゃなくて、普通になんか歌われなくなるんだろうなっていうあのだけです。別になんか目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。初めて一途になったよ、夜空響け愛の歌。でサイリウム買ったんだ最近。目がチカチカするサイリウム。いやー、あ、すごい、は、あ、赤つけてんだけど分かんないね。分かんないね、なんかドンキ。夜にきらめくテーマパーク、夢の世界のエンドレスエヴォン、イエイイエイオイエイイエイ。眠れないでしょさあ、夜行性の僕らはネパレ、未体験のときめきをプレゼン、オイエイイエイオイエイイエイ。ごめんなさい、うるさくて。めっちゃ振りコピー、めっちゃ振りコピー、急に静かになり、もくもくもどるおとく、どうどんどんなら、叫ぶおいずるおい、せーのでさ、飛べ、燃える赤べ、炊き飯、茶き飯食べるお酒は二十歳なってからです。これこそが生きがい、しまいがチャイナス、おいえい。かか僕らと君の愛、トルラララララ、あ、あ、やばい、深夜テンションができた。あ、こうやっておたかつはしないですけど、本当はこうやっておたかつしたいなっていう気持ちです。自動でライブ行ったらさ、これ最近流行ってるよね、新しい学校のリーダーズ。
本当はもっとはしゃぎたいよ、ライブ行って。引き寄せる夢を飲むほどに甘い蜜。いらね、首の愛されできないって何回もだから言ってるよね。この曲知ってる？最近 TikTok でみんな、はやばい、できない。やばい、マジで首動かない、リラ。できるわっていう歌流行ってるの知ってる？今大人ブルー。一回アホみたいなことしていいですか？本当はリラ、その推しのライブに行くとき超地蔵だけど、本当はこうやりたいっていう。この歌あーえなちゃん、俺のなんとあーしおり、次好き。パン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 ポケモンパン、フレッシュブレッド伊藤パン、松たか子松たか子、山崎春のパン祭り。縦揺れ止まらない、ことがあるんだよ、やっぱりなんとか可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それはランリに出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる。湧きたくてしょうがない、目見て振り子めっちゃ振り子、急にしつかに振りまくまく踊るオタク、はいはい、燃えるため泣きましたね。疲れるなこれ。
疲れる。本当はこうやりたいの。本当はね。本当はやりたいんだけど、あのやったことないよ。いやもう一回やったらもう終わるね。もう一回オタクしたら終わる。マジで。なんかもうアイドルの動画見てたら見すぎて勝手になんか覚えちゃう。もう私振りを。なんかね解説してくれるの。左ポン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 って右左なんだかポン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 って解説してくれるから覚えちゃうんです。星よりお笑いのチャイム鳴ってる15分、右左パン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 、やばい病気だわりら。マジでオタクしたい、なんか全力でしたい。きないことで溢れてるつまんないことはちょっと置いといて。パラリラバスパラリラバスパラリラバスバスバスカメラで3人で踊りましょう。マジでやってる、本当にこれやってる。あのオタクの皆さん、悪いことですか。手を振る、ワンツーサーファイブ、右左両手ポンポンポン。おけがうさ、わしのゆかりがあって最高。サイリウムの色変えよう。なんか飛んでるか分かんないな。徹夜から金曜毎日ライド楽しくて仕方ない。ママリラさ、アイドルオタクやりたいけど厳しいね。ちょっと封印します。こんな感じで、あの本当はオタクやしたいですよっていうことですね。終わるわ、そろそろ。疲れた疲れちゃった、ごめん。っていうか、ま、え、もう、え、どんぐらいやってる。もう2時間半ぐらいやってるよね。ってことで、そろそろ終わります。
じゃあランキングを見ます。13位麻婆さん、ありがとうございます。12位がひだまりさん、ありがとうございます。11位が福福さん、後まぐりランチュー、イエーイ、ありがとうございます。10位がフロケンさん、ありがとうございます。9位が YK さん、後まぐりランチュー、イエーイ、ありがとうございます。8位がキングスさん、後まぐりランチュー、イエーイ、ありがとうございます。7位がトリオエジさん、ありがとうございます。6位がともかずさん、ありがとうございます。そして5位があなたさん、ありがとうございます。で4位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で2位がヨッシさん、ありがとうございます。そして1位が MM レースさん、アットマーク岐阜の夜と人生に乾杯。くまタワーありがとうございました。ありがとうございます、本当に。ということで、あの楽しかった最後オタクして明日はゆうちゃんと一緒に配信する予定なので、皆さんお楽しみにしててください。ということで、ランディはあのいい感じに眠くなってきたので、ちょっとちゃんとお風呂に入ってから寝ます。あ、お知らせタイムしとこう。はい、お知らせです。ですね、5月の3日から、7日まで、私宮里莉奈さん舞台をやることになりました。マジュドナーカンナギという舞台に出演するんですけれども、チケットの方が、もうすでに発売されております。ぜひ皆さん、あの舞台遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてですね、まあ、今週になるんですけど、3月25日にはですね、久しぶりにオンラインお話し会を開催します。まだ枠は残ってるったんですけど、あと3分枠が確かあと2枠しか残ってない、1分枠はまだいっぱいあるんですけど、あのぜひあのお誕生日前なので、あともう9月半年くらいお話し会やってなかったので、久しぶりに話せる機会だと思うので、ぜひあのオンラインお話し会の方もあの お申し込みしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、おやすみなさい。また明日。さようなら、ランディ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。おやすみ。